クローン施設の一つが攻撃を受けている。クローンスルーパー準備 OK。 はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。スターファイターアサルト月曜日なんでね、やっていきましょうか。いや、エイムが定まってごらんねえ。いいよ、まずはね、防衛をしっかりしつつ相手のチケットを減らし、ヒーローシップにアクセスしていく流れ。まあ、今回は防御側なんで、きちんと相手を攻撃していくという動きが重要になってます。きちんと攻撃してくる時をね。痛い、危ない、危ないっす。ナイスタレット。ブリッジ狙ってるんで、でしばらくすると敵のあれ来るんでね、あれが爆撃機が来るんで、それに対抗していくという流れで。5秒かあと。なんかタレットも壊していく。やるね、きちんとポイントの稼ぎ方を知っている動き。阻止していきましょうか。痛いです。まあ、追われてるときはこのタレットをうまく利用してね。どこ行った、しっかりつけられてる感じするね。これやばいやつ、これはさすがにやばいやつ。エナジー魚雷 46%。 爆撃機も削らないとまずそうね。これこのコースはもう撃たれたコースか。あ、撃ってる撃ってる。あんな感じでね、爆撃をきちんと攻撃してくるので、メンタ級相当やられてるね。離脱中のやつも取れば相手の、あれもう一機いなかった、もう一機分かんなくなった。81か、もうちょっと削りたいは苦はあるね。もうちょっと削りたくはある。来た。そういえばあれだったな、 X ウィング乗ってくれ的なリクエストをもらってた気がするんで、1回目 X ウィングでいきましょう。レベル上げもしたいんだけれども、ただね、このエピソード前半のあれには X ウィング出てこないので、シレットでモロバレというね。うわ、今あれいなかったか、ボバフェットいなかったか、ちゃんとボバフェットおったやろ。ボバはどこだ、さすがにこれあれで壊れるな。おい、修理プロトコルだ。さすがにベネター級が吹っ飛んだ。追跡者は振り切ってはいないけど、ごまかした。あ、回復使うの早すぎた。いって何をそんな食らった俺。危ねえ、これ動いてるんだった。いつもそれにやられる。しっかり狙われてんな。
ならどうだ。うん、そうこの X ウィングね結構強いので、強いのでむしろ使ってないというね経験値稼ぎするのにこいつは OP すぎて強すぎて X ウィングに乗り始めると危ねえ。誰や、さっきから足をつけてくるのは。やり合おうというのか。今のは痛いな。今のは痛いですね。しっかりあれだな、後ろのやつ切らないとダメだな。危ね、アルス敵を見つけてくれ。あ、敵が結構しっかり攻撃してってる。入り込まれた。その爆撃機を迎撃しろ。共和国軍のクルーザーを守れ。なかなか BB8 ダメージは後ろにいる。クルーザー一石失った。この壊していかないとまずいな。後ろ来るな。さすがにモテモテすぎてきついね。撃たれた。もっといるでしょうよ。ドイーン食らう。さすがにこれきついかもしれん。さすがに全てのスキルを使い切っちゃった。回復早く。増援部隊の損害が大きい。その爆撃機を遠ざけろ。爆撃機も遠ざけたいんだけどさ、めっちゃ敵がめっちゃ敵に狙われてるわ。さすがに機体が目立ちすぎて。自爆した。クルーザーをまた失った。クルーザーをまた失ったきつい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 。ああ、そう、ボア起こしておいた方がいい。ナイス。ぶつかるぶつかる。ナイス。6%か。さすがにきついね。最終フェーズまではいっちゃいそうな雰囲気ある。さすがに限界か。後ろから面倒なやつが来てる。後ろからまたボバいる。ナイス。ヘイトがえぐい。うまく間に合った。さすがにヘイトがえぐいな。さすがにヘイトがえぐい。ヘイトがえぐいことになってる。フリーで打たせてはくれねえな。なかなか常に誰か来てる。俺の船がなんてことをする。きついね。ヘイトは稼げてるけど、あんまり良くないな、これ。目
標を倒した。危ねえ。シールド消失、エンジンが狙われている。シールド消失、ダメだ、常に狙われてる。きつい。こっちで攻撃を受けてる。さすがのヘイトなんだが、まずい、負けるぞこれ。落ち着いて攻撃させてくんないわ。まずいんじゃないこれ。いてぇ、押されてるよな。いやこれ人手が足りん。まずい。あと59。エンジンを守れ。まずいぞ。敵強えな。ここでの敗北は許されない。ビーム砲の稼働を維持し、ベネタ級のエンジンを守れ。いやきついきついきつい。まずいて。まずい。やってくれる。うわあ、くそ。いやきつい。ダメだ。フリーで攻撃させてくんねえわ。いやきつかったー。相手真面目だったなー。いや足りんかったかー。あーこっちの方が人数少なくなっちゃったんだ。それはきついわ。で向こうフルパで最後まででしょ。でこっち多分始まりこっちの方が人数多かったはずだから、これはやられましたわ。マジかー。そりゃ狙われるわな、目立つ機体で言ったら。というわけでね。いや、X-Wing 強いんだけど、さすがに多勢に無勢だったな。はい、というわけでね。まあ、今回はリクエストに応えて、レベル上げではなく、X-Wing を使いましたが、しんどかったー。というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。